前回花山の本家に潜入した松さん軍団は、花山がなかなかの豪邸に住んでいて両親がいないということを知ってしまう。そして花山が両親を亡くし深い傷を負っているからという理由で無理やり家に泊まりに来てしまう。果たして過去を知られてはいけない花山は、同居している信号トリオとこの困難を切り抜けることはできるのか。皆さん、わかりました。泊まることは特別に許可します。うわ、やっとわかったか。最初からそう言えばいいんだよ。なんだこの場所。しかし、僕の家で泊まる上でルールはしっかりと守っていただきたいです。あ、ルール？まず一つ、この部屋から僕の許可なく出ないこと。は？トイレや食事など特別な理由がある場合は僕が付き添いますので言ってください。ああ、何言ってんだお前。そうだよ、なんでそんな刑務所みたいな暮らししなきゃいけねえんだよ。いいですか、僕が家主ですからね。僕がルールですから。それを守れない方がもしいたら、このお三方から指導が入りますよ。おう、勝手なことする奴がいたら鉄拳制裁加えるから覚悟しとけよ。くそ。てか、なんでお前らそんなぼっちに協力的なんだよ。ああ、まあ今住んでんのは俺らだからよ。お前らに荒らされたくねえんだよ。なんか怪しいな。確かに、なんかぼっちを脅して無理やり住んでる感じがしねえんだよ。なんか確かに今日はお三方様子がおかしいですね。うん、いつもみたいにほら、罵詈雑言とかほら言ってやってくださいよ。ねえ。はい、いえ。バカ。ああ、バカしてるか。なんだっけな。俺は兄貴のこと死ぬまで尊敬してます。愛してますよ。全然バリ雑言してねえじゃん。尊敬してますとか言ってませんでしょ。確かになんかおかしかったですね。ほら、いつもみたいにほら、もっとバリ雑言言ってくださいよ。モス、はい、悪口。お前気持ち悪いんだよ顔が。生きてる価値ねえんだよ。だから天国行っちまえ。ストップして。クヤローかよ。何見てんだこっちだよ。引っ込んだよゴミがよ。お前は進めよバカ野郎。バカ人間のくれへんじゃ。バリコギでつまえバカ野郎。これどけよそのバカ。いつもこんな感じです。俺たちでもあそこまで行ったことないぞ。ぼっちのやつよくメンタルブレイクしねえな。まあね。皆さんはちょっとここでくずらいでてくださいね。で、3人はちょっと集合。集合。お前だめ、ぶち殺すでねえな。そんなこと思ってた。説明しろって。何が部屋から出んのだよな。本当っすよ、あんな無視っすよ。この家探索しがいありそうですもんね。ちょっと探索する気がしますね。てめえら覚えておけや。理不尽だ。でも兄貴の機嫌なんとか直さねえと。それなら大丈夫だ。兄貴にあれを見せれば。あれってなんだよ。親父さんが大切にしてた絵だよ。それって兄貴が探してた。
兄貴何探してるんですか。おあちょっと絵をな。絵ですか。何に使うんですか。いや死んだ親父の形見なんだがこの辺にしまったんだけど見つからなくてな。そうだったんですか。兄貴の親父さんはどんな人だったんですか。ああ親父は物心つく前に死んじまって記憶はねえが母親があの絵は親父の形見だっつって大事にしてたからそれを思い出してよ。ああじゃあ僕らもその絵探しますよ。いやいい多分もう捨てちまったんだろ、はい、あの時の兄貴は大切にしてた親父さんの絵がなくて少し寂しそうだった。ああそれを俺が見つけたんだよ。マジかよよく見つけたな。ああどうしても兄貴の喜ぶ顔が見たくてな。次兄貴が帰ってきたら見せようと思って大切に保管してたんだよ。お前よくやった。だろ。ああここだよ。出こないわ。何やってんだ。何やってんだ。いやじゃ。見つかっちゃったか。マリオリ、部屋戻ればいいんだな。兄貴の大切な絵が。あ？え？俺はいくら落書きしてもお前らには関係ねえだろ。ペッチからってってめるな。何やってくれてんだってめるな。東京湾に沈めてやるか。親父さんの言葉に何言ってくれてんだお前ら。バカかってめるな。おい何してんだバカやる。あ？なんでおめえが切れてんだよ。そりゃ切れるだろ。俺がどんな思いで見つけたと思ってんだよ。クソがクソがクソが。おい待てよバカ野郎。おい兄貴のせっかく見つけたのに。よっぽど兄貴に見せたかったんだな。くそ一人にしてるな。疲れるな。え、あ、兄貴。その絵は。あ、これ僕が見つけたんです。見つけて丁寧に落書きまでしてくれたんか。僕じゃない。ハムちゃん。おい、なんで俺らまで追い出されてんだよ。そうだぞ、俺は関係ないのに。俺だって関係ねえよ。兄貴に事情説明したのかよ。ああでも聞く耳持ってくれなかった。しょうがねえな。兄貴の熱が冷めるまではしばらく距離置いとくか。たく
どいつもこいつもここからは一人で監視しないといけない。あいつらおとなしくしてくれればいいのだが。って、いきなり部屋出てるじゃないですか。もう食いともせない。何やってるんですか。戻ります。勝手に出ないでください。いいだろ、早く、早く戻りますよ。ほら早く。気に騒がしいな。もういいから、十分我慢しただろうがよ、あの部屋でよ。ダメですよ、戻りますよ。いや、いいだろう、ね、ダメですって。おい、お前ら兄貴の家で何やってんだ。おい、あいつってなんで。まずい、あいつは俺の射程、しかも信号トリオと違い、この姿の俺を知らない。またお前らか。人の家に入って何やってんだよ。あ、人の家。あ、ここぼっち、お前ねえだ。え、あ、いや、てめえらこんなことしてタダで済むと思ってんのか。いや、何言ってんすか。ここはぼっちの家ですよ。そうで、てめえが人の家に勝手に入ってんだろ。あ、ぼっち、何言ってんだ。こいつですよ。ぼっちに自分の家だって聞いてますから。おい、ぼっち行ってやれ。ああ、いや、てめえ自分の家だとほら吹いて不法侵入してイカれた豚だな。おい、てめえどういうつもりじゃ。人の家に侵入して、この家は兄貴のだぞ。そこの野郎の豚が、豚。よし、待っとけ。拷問道具持ってきてやる。お、兄貴。ああ、ちょっと用事があるから東京の事務所の方まで来い。あ、いや、今兄貴の実家に不法侵入してる豚に焼きを入れてるとこでして。そんなんいい、そんなんいいから今すぐ来い。そしてそいつは豚じゃない。あ、はい、わかりました。やはりこの家にあいつらをとどませるのは危険がありすぎる。なんとかしねえと。おい、ぼっちの家はつまんねえが絶対に帰るわけにはいかねえ。はい、こいつの家にはなんかお宝が眠ってる可能性ありますから。ぼっちの今日一日の焦りを絶対に何か隠してる。ぼっちが寝てるときちゃんと。なるほど、あいつらに帰る気はなさそうだな。なら奥の手を使うしかねえか。これはどういうことだ。ということで花山から連絡をもらい、俺も一緒にお泊まりをすることになった。ぼっち、すまん、俺たち帰る。なぜだ。